ワットとは、仕事率や電力、効率、放射束を表す SI の単位である。ワットという名称は、蒸気機関の発展に大いに貢献したスコットランド人のジェームズ・ワットにちなんで名付けられた。1889年の英国学術協会第2回総会で採用された。ワットは固有の名称を持つ単位の一つで、1ワットは、 毎秒1ジュールに等しいエネルギーを生じさせる。仕事率と定義され、SI 組み立て単位で表すと、ジュール毎秒である。すなわち、1秒あたりに変換、使用、消費されているエネルギーを表す。ジュールが L2MT-2 の次元なので、W は L2MT-3 の次元となる。SI 基本単位のみによって表すと、ジュールは平方メートル、キログラム、 S-2 なので、W は平方メートル、キログラム、S-3 になる。他の仕事率の単位との換算は以下のようになる。逆に、仕事率や電力の単位に時間の単位をかけたものはエネルギーを表す単位となる。つまり、である。例えば、1kW の装置が1時間に消費するエネルギーは 1kW 時となり、それは3 6メガジュールに等しい。 1, 1メガワットでは8 6 4リガジュールとなる。これらの単位は電力関係で電力消費量の単位として用いられる。また、1W イコール 1000MW である。国際単位系における表記規則に従い、記号の表記としては大文字の W を用いる。小文字の W を用いるのは誤りである。電気工学の分野では仕事率である電力は、 以下の式で表される。であるから、単位としてはと等価である。例えば、100ボルトの電圧がかかり、1A の電流が流れている回路は、100ワットの電力を消費する。式に表すと、以下のようになる。日本の多くの家庭で使われているのは100ボルトの交流電源である。そして多くの電気器具は、消費電力をワットの単位で表示している。これらから電流を出すためには、 ジュールの法則から得られるの式を使えばよい。例えば、200W を消費するテレビ受像器に流れる電流は、それを1 0 0トで割ることで、2A の電流が流れるとわかる。ただし、蒸気は、力率イコール100%と仮定した場合であり、コイルやコンデンサの力率を考慮すると、以下の式になる。しかし家庭用電気器具には、力率や電流の表示がないものがほとんどである。 電気器具の中では、キロワットの単位で表示されているものがある。1キロワットイコール1000ワットなので、換算して出せばよい。例えば1.5キロワットのホットプレートに流れる、電流は 15A である。台所で、ホットプレートと炊飯器と電子レンジを同時に使うと、アンペアブレーカーが落ちることがあるが、これは配線用遮断器に定められた、規定電流量を超えたからである。コンセントや、 テーブルタップなどは安全の観点から使用できる電流量が定められている。例えば 15A までと決まっている製品には 15A 以上の電流を流してはならない。そのため、接続の前に各機器のワット数を調べ、それらが使う電流を合計して容量以下であることを確かめなければならない。ただし、力率が100%でない場合は悲送電力は、 消費電力より大きいため電流は大きくなる。非送電力の単位はボルトアンペア、無効電力の単位はバールである。ワットが光や熱の単位のように扱われることがある。1キロワットの高熱調理、便所の100ワットなど。これは家庭電気器具において電力に注目されるのは白熱電球における消費電力であったことに起因する。電球や 電熱器を購入する場合、消費電力で、光量や熱量の目安をつけることが多かった。逆に、半導体設計に関する値である、サーマルデザインパワーが、日本語では、熱設計、電力と訳され、消費電力の指標と見られることもあるが、これは本来ヒートシンクなどの設計に用いる、単位時間あたりに、半導体が発する熱量の値である。 冷凍機などの冷凍能力も単位時間あたりに取りされる熱量であるので、ジュール毎秒、すなわちワットの単位で表せる。この冷凍能力は、冷凍機自体のエネルギー消費率とは、必ずしも一致せず、同じ単位である両者の比をとって、成績係数という形で、省エネルギーの指標として用いられる。ユニコードには、ワットとその分量、 倍量単位を表す蒸気の文字が収録されている。これらは CJK 互換用文字であり、既存の文字コードに対する広報互換性のために収録されているものであるので、使用は推奨されない。ありがとうございます。